お疲れ様です。西尾でございます。今は朝の10時でございまして、なんかちょっと今日の動画のネタを考えてたんですけど、動画のストックがないわけでもないんですけど、皆様とね共に共有したいお話がございまして、まあ、お話っていうことでもないですけど、ちょっとその前にモーニングしてもいいですか。ちょっとすみません、パンを食べたいと思いまして、昨日ねもうめちゃくちゃギター弾いたんですよ。もう多分8時間以上弾いたんじゃないかな。あれブルーベリータルト朝食ってるんですけど、昨日ですね、まあ普段はなんかまあ動画撮影がある日も、動画撮影週何回ぐらいしてんのやろ、結構してんのかな。毎日ってわけじゃないですけど、まあ1日に3本ぐらい撮ったりするんで、こういうのは1本しか撮らないんですけど、昨日なんかまあ朝撮影行って昼打ち合わせ、ちょっとイベントのやつがあって行って、んで帰ってきて動画編集して、昨日のやつアップして、んでその後ろになんかね、あんまやんないんですけど、レコーディング人のなんかやつ頼まれたというか、まあそれの話がちょっと今回メインなんですけど、なんかこう声かけてきてくれた人がいてて、プロデューサーの人がいてて、んでちょっとやってお願いしていいですかって言われて、でまあ自宅でもそういうのやったりはすると思うんですけど、今回はちょっと来てほしいって言われて行って、それで結構弾いたり、家帰ってきたのも弾いたりしてたんですけど、ちょっとね自分がレコーディングの時にちょっと気づいたことがあって、やっぱりまだまだやなと思って、普通ですよねそれはそうやろうと思いながら、やっぱまだまだなんですよね。もうなんかもう足らないものだらけで、普段まあ好き勝手弾いてるから、なんかまあ自分のジャッジで弾けるわけじゃないですか、これいい悪いみたいな。でもやっぱ相手の人に提供した場合に、相手の価値観もあって、そこに自分のそのギターがどうですかってなった場合は、かなりねまだ俺って全然なんかこう人が心地よいものを素早く提供できるだけのスキルはないなと思って、まあいいと思ってくれてるから声かけてくれるとこもあるんですけど、でもやっぱりこうまだね足りない部分だったり、こうもうちょっとこう持ってきてほしいとか多分向こうはあると思うし、そういうのなんかレコーディングしたりいろいろ教えてもらいながらやりながら、なんか自分の中で面白いのが、まあダメ出しってわけじゃないですけど、まあ遠回しにここダメですよって言われてるわけじゃないですか。でもね、なんかだん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 こう楽しくなる感があるんですよね。面白いもんで、そのダメ出しで、なんでしょう、こう言われてこう直して直してって言われてるんですけど、でもなんかやっぱ考えてみたら、そこが自分に足りない部分であって、そこをこう補っていけば、どん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 こう幅が広がるし、上達していくし、まあ自分のその全然知らない知識とかをね、そういう自分より上の人とか上手い人は教えてくれるんで、なんかこう本当にワクワクして、まあまあもちろんもう練習するしかないですけどね、そのなんか言われてすぐ開眼するってことってほぼないから、やっぱもうそう言われたことをどんどん練習していくしかないんですけど、それでもいやなんかめちゃくちゃワクワクして楽しいなと思って、別にそれが俺が思うのは、なんかこうプロはアマは別に関係ないなと思うし、この感覚ってでも実は昔から持ってて、でもちょっと忘れたりするもんでもあると思うんですよ。なんか例えば最初ギターこう始めて、こういう曲は弾きたいと思う、まあ自分はそうなんですけど、自分こういうの弾きたいと思ってやってる、その間ってすげえワクワクするんですよね。こんな曲も弾き、なんか好きな曲をこれも弾けるあれも弾けるみたいな、タブがあったら、もちろんその時は弾けないですけど、でもなんかこうどん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 こう近づいていってるような感覚の自分にワクワクするみたいな、
でもなんかなんとなくそれが弾けたら止まるわけじゃないですか。完璧に弾けるわけじゃないけど、自分の中でのこうなんか合格点みたいなのがあって、ここまで弾けたらなんか一安心みたいな。でそこまでいったらやっぱ自然とこうあのワクワク感がこうなくなってまた探しに行くみたいな。で自分もやっぱ最近そのギターをやってて、なんつそのワクワク感ってこう忘れるというか、楽しくはもちろん弾いてるんですけど、楽しいなと思いながら、でもなんかこうすげえ足りないものを補っていくような楽しさというよりかは、どちらかというと修正していく感じの練習が多かったように思えて、なんかそれを昨日こう言ってもらったりして、全然足んない部分だしダメな部分でもあるんですけど、なんか好きな曲弾きたかったあの頃だったり、こういう技がしたいと思ったあの頃のような感じに少しなんかこう戻れたような感じがして、ワクワクするしね、やっぱ上達していくのって楽しいじゃないですか。だからギターが つまらなくなる要因じゃないと思いますけど、こうやっぱりマンネリするっていうのは自分の中での合格点になんか近くなればなるほど感じるんじゃないのかなと思って、なんか自分ではこう足りないって言いながらも、なんかどっかここまあなんとなくここまで来たらいいなとかって思ってる時にこうつまらなくなるような気がして、まあみんながじゃないと思うんですけど、なんか自分はそういう傾向があって、明確な目標がないけど、まあこの基礎練してるっていう時はちょっとこうワクワク感はあんまないっていうのが自分の傾向にあるんで、例えばもしかしたらピッキングの打ち方とか、なんかこう精度の上げ方とかって自分が練習してる内容の結構外にあったりするんですよね。知ってたりするけど、でもやっぱその外に出てたあったりするから、やっぱ人の話聞いたり直接会うのがでも一番わかるんじゃないのかなと思うんですよね。なんか前もそういう話したかもしれないですけど、なんかこう他人と共有したりするのが一番いいし、できれば上手い人とかなんかこう尊敬してる人の話だったら結構聞けたりするから、そういうのをね昨日なんか感じて、またちょっとギターが楽しくなってきたり、まあ音楽が楽しくなってる感じするので、皆さんもねどん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 外になんか、まあコロナなんでね、なんかあんまりちょっと人と会ったりするのでダメな感じはあると思うんですけど、でも徐々にそういうのがなんか良くなってきたら外に出て交流して、まあなんか自己満でやってる人、そのなんかこうね言われたらやっぱショックだと思うんですけど、でも本当に自己満でやりたいだけだったら別にそういうのはしなくてもいいと思うんですけど、でもそう前友達となんか一緒に喋ってて、ミュージシャンのやつと喋って、やっぱりこう人とやることで気づくこと上達することってあるから、トライしてみるのはすごくいいと思うし、まあ今はもしかしたらその家でこうね一人で作るっていう音楽もあると思うんですけど、その幅を広げる意味でもちょっと人と交流するのがいいなと、まあ意見交換するのはいいと思うし、まあできればねこうセッションするのがいいでしょうし、まあそんな感じですかね。音楽って多分ギターもそうだと思うんですけど、音楽とかギターはやっぱり終わりはないんでね、なんかマンネリもし感じたりギターつまんないと思ってる方は多分もっと先が絶対ある。俺もそう思ったし、まあこんな俺みたいなやつでもこうなんかマンネリしたりとかねなんつうんですか、大したことないのになんかこうやっぱあるじゃないですか、なんかこうねえイベントとか声かけられたりしたらおうみたいな。いや俺でもあるんですよちょっとは。威張ってるわけじゃないですけど、そうなってくるとなんか俺うまいんかなとかってね勘違い人間ってするんですけど、やっぱりそういう世界を提示されたら、まあ、冒頭で言いました、まだまだでまだまだで、多分そのなんかおのおのそういうのあると思うんですよね、いろんなそのプロあんま問わず、だからもしそれをマンネリとかなんかつまんないなとかって感じる人は、まあ言いました、もっと先があるしもう終わりはないし一生できるから、とりあえずなんかもうどん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 こう幅を広げるような活動行動をすればもっと面白くなりますから、それは、まあ僕もそうなんですけど、すみませんこんな感じで大した内容は喋ってないかもしれないですけど、まあ、今後も毎日ねこんな感じでアップしますんで、
今後も頑張ってまいります。ありがとうございました。